から籠に乗り詰めて死んどましたやろ。まあいっぺん出てみなあれ、きれいな富士山だっせ。ああどうぞ。え、さようは言えなよ。終わり。言えなよ。降りてゆっくり見せてもらいます。どういうもの。ああ、綺麗やな。綺麗な富士山だっしゃろ。もっと左、左だっせ。ほら、綺麗な富士山だっしゃろ。やっぱり富士のお山は日本一だな。綺麗なお山やな。ほんまに見えまんのか。見えへんのか。終わり。気遣いすんまへんな。な、何言うてまんねん。ああ、惜しいな。お山に雲がかかりましたな。ああ、惜しいな。本に。雲が濃かったな。え？行きまよか。ん？あ、行きまよ。さあ、みんな、行きまよ。さあ、行きまよ。さあ、みんな出かけまよで。さあ、行きまよ。中村歌山。お、今のあれそうっすか。きっとあれはめくらだ。え、ごまかやっぱそうっすか。ああごまかして他の人の目はたぶらかせても、この原石の目はよし。先生、どうするんですか。何がそんなにあんた。いや、あれに落ち着いて歌右衛門に聞きただしてみるんだ。わしの診断が間違っているかどうか。冗談じゃない先生。そんなからあんた一本気で困るんですよ。もう一点はあんたは人気介護の役者ですよ。どれがめくらだと自分で言うもんですか。なるほど、そうか。先生の目で二度も見てめくらと診断なすったら、もうそれにこれ間違いっかありません。やっぱり先生の見立て違いじゃなかったんです。もうそれが分かったかいと思ったくさんじゃありませんか。相手は役者、あんまり追い詰めちゃかわいそう。まあそれもそうだが、どうも聞き正してみんことには気が済まんのでな。と、ご飯のお給仕もしてもらえないとは驚きましたな。一体どなた様のお泊まりでございましょうな。そうだな。もうお大名方なら、とても我々同宿を許されるはずはないし、どうなっただろうな。さあ、太陽、読み合わせ暇を。本当。どのしようと。頭が痛いね。あれは決まえんな。頭痛粉でももらうときまか。いや、もうえ。もう日も暮れたやろ。目が悪なってから暗いのが一番嫌いや。あんどに火入れてもろてんか。あんた、何言うてまんねん。火なら、どこから入れてまっせ。え、どこに。アホらしい。あんたの、
耳に。どこに？どこにいな？なぶりないな。だよ。おと、これ見えんか？そんな、あらへんもの見えへんがな。お前ら。これどうして？ありまっかいな。ちょっと早くとくまであんの。ちょっと早くとく。
違いますよ、先生はそっちですよ。こっちから慌てなんな先生。なんだ、何にも見えんじゃろ。はい、うん、半年ばかり前から悪くなったな。あ、よくそれをヤブでもタケノコでも医者じゃよ。ダメでございますか、このままダメでございますか。難しいな。あ、終わりや。タユ、何言うてもんねん。世の中には見立て違いいうこともあるねんさかい。見立て違い、うん、うん、まあまああることじゃ。いや、この先生は半年前からと一目見ただけで言い果てはった。そうだな、そうだな。先生、どないしても治らんもん出しちゃうか。まずダメでござろう。が、しかし。え、しかし、しかしって、なんだね。このご病人を手にかけて、確かに治せるものが、この日本に二人いる。それは？一人は、高良斎先生という方でな。日本一の方だ。蘭学にも通じておられる立派な方だ。長崎におられる。長崎、遠いな。今一人の先生はもっと近くだか。うん、お色だか。いや、もっと近い。沼津辺にでも。いや、もっと近い。実はな、そこもとらの前におる、すなわちこのわしじゃ。え、これはまたきつい言い方。どうやいな。ほんなら先生、頼んまさ。どうぞ直しておくんなれ。おかんならなんぼでも出しま。何？ああ、もういかん。これでおしまいっと。先生、うん、金たなんだ、金たなんだ。誰が金が欲しいって言った。わしはそんな心が一番嫌いなんだ。何でも金で買えると思うか、バカ者。不肖ハブ原石、わしの医術は金じゃ売らんぞ。何や。ではあなたが原石先生。おい、わしはな、この間大阪の中の芝居で、そこもとをめくらだと言ったがために叩き出されたものだぞ。わしはあの時に一生に一度の見立て違いをしたと思ったがために、朝の子のろくも離れた。見立て違いでなかったのは病気ばかりではなかった。そこもとたちの心様も見立て違いではなかった。ごめん。あ、え、先生、原石先生。先生、この母の望みを背負うて、目の不自由をひた隠しに隠して江戸へ下る歌右衛門でござりました。せっかく直していただくのは先生ただ一人と、あれほどに信じ込んでいた太夫が、せっかく神のお加護でこのお引き合わせに、和帝の至らぬことからこないになりましたんでは、この三十郎首を苦労にも死んでも死にきれぬ思いでございます。何とぞ、何とぞ、哀れと、哀れとおぼしめして。
いや、わしは嫌だ。何でもその金で買えると思ってる、そういうわしは根性が嫌いだ。ごめん、コウモロ。もし先生、えらいことになったな。心配しなさんな、大丈夫ですよ。大丈夫とは？先生はね、必ず参りますよ。私にはね、ちゃんともう分かってる。もう安心してね、一つお一人になっていてください。もうすぐにお連れ申しますから。それは本間でございますか？お気にありがとうございます。どうぞ助けるとお申しにして。もうこの通り、これでありがとう。ついてね、あなたがこういった帰ってやりにくい。どうぞ一つお一人になった。お気に。それではともかくよろしくお願い申します。そうだ、どう考えてもかわいそうだな。何がですか？何がってもよ、あいつらがよ。どうだろうな、ちょっとだけこう言って手当てしてやるっていうのは。いや、しかし相手は何しろああいう根性ですからね。そうだ、俺もあの根性はもう大嫌いだ。だがお前、死ぬようなことはないだろうな。誰がですか？いや、今のやつよ。自分の落ち度だって言うんで、死ぬようなことはないだろうな。さあ。さあって死ぬってのか？死んだらお前大変だぜ。死んだら大変だ。わしのせいで死ぬってことになる。ねえ、そうなったら、俺はわしが情け知らずってことになる。困るな。そうですかね。そうですかね、って家に落ち着いてるな、お前。お前の主人が情け知らずになっても構わないっていうのか。しかし、相手はああいう根性ですから。ね。ねえ。だがあんなこと言ってたが、あいつらあまり金なんざ持っていないんじゃないかな。役者なんてものはなかなか派手な商売だから、それでなかなか物入りも多いってことを聞いているがな。まあそれはまあそうでしょうね。そうだろ。そうだとすると、金なんざ持っていないとすると大変だぞ。わしが直してやらないと言ったら、お前それは大変だな。おい、おい、困るな、おい。さあ、仕方がありませんから。直してあげますか。直してやるか。な、直してやろう。な。しかし、そんなこと言って、あなた一体直せるんですか。何を言うか、こら。直せるか。それがこの原石に向かって言う言葉か。よし、そんなって言うんだったらもう、わしはその、意地でも直してやるんだ。おい、ほら、早くヤクラ持ってこい、来い。いい親父だよ、全く答えられねえや。カスケ、早く来ないか。やりましたね。ゲロのやつ、わしにその直すことができまいのだと無礼なことを昔おるから、やむをえん、こいつにわしの腕を見せてやるんだ。ねえ、さあ、お前ら邪魔だ。
早く向こう行け。ほら、待ち時間かお前で。しょしょしょ。あと閉めんか。どうだ、痛むか。いいえ、痛みはそれほどで。よし、貸し切れ。他に手立てはない。は？手術だ。え？手術？手術や、手術。おい、おい、手術やで。手術やで、えらいことになったな。できた。お、おげい、すまい。うまくいった。うまくいったぞ。すんだらしで。すんだらし。すんだらし。やばいね。モクアンさんが来てくれました。待たせたね、待たせたね、こら。待たせたね、こら。先生、早く。おお、一体それは何かね。目の悪い魔というのは何歳ぐらいの駒かね。それかね、元来の年の取ってる魔はね、わしゃかなわんのやからね。はい、いらっしゃい。では先生、いよいよ包帯を取るんでございますか。今日でちょうど7日目だ。これでダメなら本当にもうダメ。もう手のつくしようはない。三十郎殿。はい。病人を起こして。はい。太夫、包帯取りまんねやで。かすけ。安藤警察。目をつぶったまんま取ってごらん。静かに目を開けて。
左衛門殿、見えんかな、何にも見えんかな。おい、見えないのか。食べ物はね、わしが言った通り守らなきゃなりませんぞ。はい、必ず仰せの通りにいたします。それじゃあ皆の衆、またご縁があったらどこかでな。先生ちょっと、お金のお礼はまた先生に叱られます。でも私が先生にどうしてお礼を。いや、またそれを言い出す。先生、直していただいたものの嬉しさがお分かりにならぬのでございましょう。この感謝の思いをどのようにかして形に。いや、歌右衛門殿、直してもらった嬉しさは、なるほど、この原石には分からんがな。その代わり直してあげた喜びはご同様あんた方には分かるまい。この味はまた格別なものだて。先生、それではそれでは私があまりかわいそう。いや、歌右衛門殿、わしはな、そなたに金をあげたのじゃないのだ。わしが学び得たものを、つまり異実をあげたまでのことだな。もうさすれば、まあいつかそなたが学び得たものでわしにお返しをしてくれる日があるかもしれんな。まあまあ、こんなことでお別れしよう。おお、歌右衛門殿、きれいな富士だ。見えるかな。何頼んだぞ。歌右衛門初下りを祝う縁、他人に取られたとあっては出羽の恥じゃでの。
昨晩から小月までしっかり探しましたんやけどな。めえめえめえ、ひょっとしたら江戸に嫌な人がいるのと違いのか。そうかもしれんな。この小江戸においでになれば今日が初日ということご存知のはずやろ。それ楽しみにしてたわ。いや、もう大丈夫だからな。ああ、もう心配いらん。だんだん痛みも引くだろ。ありがとうございます。あの、先生、こんなにご親切にしていただきながら、お薬代も。はい、おかみさん、わしは怒るよ。お前さんはね、そうやっていっぺんわしにそんなこと言えばいいんだがな。わしはもう毎日あっち行ってもこっち行っても同じ文句ばっかり聞かされてるんだ。わしの身にもなってごらん。全くわしはかなわんよ。いや、まあ、その医者にかかったら金を払わなくちゃならんという、それがもう第一間違ってる。その考えが間違ってる。分かったかい。さよなら。さあ、もう二言目にはお礼お礼言って、まった困った観念じゃよ。先生。おい、おお、純平さんかい。どうだ。おかげさまで、この頃は好きな釣りにも出かけられるようになりました。そうか。これは今日は死が釣ってきたやつですが、まあ万能かずんでよ、どうぞ。言うかい。いや、これはどうもありがたいな。もらっとるよ。もらいましたか、最後に。これはどうもありがたいな、どう。あら、おー、タケノコだな、これは。医者にタケノコ。これ、タモグイだよ。大丈夫でやってくれ。これはどうもありがたいな。じゃあ、ちょいと。これはどうもありがとう。どうも、みんなにこういろいろもらっちゃ、なんて言って礼を言っていいかも、わしは礼に困るよ。ということでね、お礼お礼言って、全く困った観念じゃよ。これはやられた。ありがとう。ありがとう。ね、大阪役者の中村歌右衛門な、知ってるかい？知ったんすよ、大した勢いですね。今中村大した評判ですね。そうそうか。初下りでまだこっちにあんまりその馴染みがないようだからな。お前方見に行ってやってくれ。頼んだぜ。行きますよ。おじちゃん、行こうよ。行こうよ。長屋総出でーす。そうだ、そうだ。行くべ。では、どうしてもいらしていただけませんので。あしからず。はい。この江戸紫のおかみさんとは、古くからのお付き合いの上に、茶屋と小屋とのお付き合い、私からも口添えは頼まれております。ことに、今夜お招きくださる佐紀さんは。それを受けたまりましてお断り申せば、なおさら失礼になります。どうぞ、ご容赦くださりませ。歌右衛門は役者。役者の芸は舞台にござります。お座敷芸を務めては、わざわざお運びくださるご見物衆に申し訳が立ちませぬ。立って、歌右衛門の踊りがご所望とあらば、はばかりながら中村座までお越しくださいますようにと、お詫びがてらにお伝えくださります。感心しました、太夫。その心がけがあって初めてあの舞台の芸でござりましょう。おかみさん、もう諦めましょう。太夫、もう決してお座敷勤めはお勧めいたしません。その心がけを忘れず、立派に舞台を励んでくだされ。わしの見るところでは、まもなく太夫が三月送迎の頭になられるでしょう。太夫以外にその人はない。わしは今はっきりとそう思いますよ。さあ、そないならはったら嬉しいもんまんねんけどな。で、明日の朝な、早くのお薬届けてあげる。だからお母さんにそう言っとくれ。その代わりね、その時にお前に手まりを買ってやろう。本当？本当だよ。だからお母さんにな、ちゃんとそう言うんだぞ。はい、きっと買ってきてくれる。きっとだ。じゃあ、げんま。
けんまん。ええんなら。先生、何をぼんやりかかしみたいに突っ立ってるんです。あ、女がお好きになったでしょ。すぐに夕飯の支度をします。おい、たすけ。え？いよいよ詰まってきたな。え？何が？薬はもうすっかりおしまいになったよ。台所の方もなかなか苦しいだろうなあ。何にも言わなかったが心の中じゃわびてたよ。何を先生、 まだまだ平気ですよ、ね。台所の方はこのカスケに任せて、先生は病人の方。その病人の方もお前、何しろ薬がなくっちゃああ思い出したがカスケ、お前、ゆうべ夜中にいなかったようだな。夜中に目が覚めるたんびに見たが、お前、いなかったぜ。そうですかそうですかいってやつがあるかい。カスケ、お前なんだな。いいのができたな。まずそこらにしてきますから。そうか。さて、ちょっと出てこようかな。どこへ？どこってお前、どこ行くかな。ねえ、ご飯すぐできますよ。飯か。飯はまあいいや。腹は減っても、ひもじゅうない。わしは仕官したよ。そうだ、なんて、して お伺い先は。水野出羽の神様。昔長崎で一緒に学んだ友達が世話してくれた。なぜ浅川様に。行かれた義理じゃないわ。して、ご口は。十国二人淵。それじゃあ、浅田さんはまるで半分。カスケ、十国二人淵でも二人の口は過ごせる。カスケ、もうカゴは担いでくれるな。すいません。先生、知らなかった、何にも知らなかった。助け、許してくれよ。
ありがたく頂戴つかまつります。殿、この原石にはなかなかの修行にございます。雄斎とともども長崎に学びし頃は、二人で鉄章を飲み明かしたこともございました。おお、それはなかなか頼もしい。遠慮は無用じゃ。十分に過ごせ。お天狗。は。何か踊れ。はい。いや。あ、これこれ。例のやつをな。しかしなんだな。自分で召使われていて言うのもおかしな話だけど、当節医者ぐらいやらしいなのにな。まるで。医者だか太鼓持ちだか見分けがつかねえぐらいだからな。いや、何しろこの説は治療の腕よりもお手の三味線などの腕がある方が医者としては出世が早いってんだから、あきれきって話よ。医者でござります。座教のお務めはごめんこむります。原石、何もそう堅苦しいことを言わずとも、何事も殿のご機嫌を取り結ぶためじゃ。いや、原石は遊芸をするために仕官いたしたのではござらん。原石、その方世に逆らう気か。いかに殿のご機嫌に逆らいましょうとも、原石奉還になり下がることはできません。何？殿。原石殿は田舎での無芸武器を我らの踊りをやっかんでおすねになると見えるわ。踊り？あんなものを踊りと言われるのか。バカバカしい。お？あれは踊りではないと言われるのか。いや、踊りではござらん。まことの踊りというものはな。これは耳寄りなこと。果たして原石殿には踊りの造形なみなみならぬものと察しられる。お考え申そう。拝見いたそう。あ、承知つかまつった。いかにもお見せ申そう。いや、踊れ。さあ。いや、まあ、ちょっとお待ちくだされ。もう原石は医者じゃ。踊りが転職ではござらん。それじゃによって、自分でその誠の踊りを踊ってお目にかけることはできもうさん。その代わり、まことの踊りを踊れる者をこの場合呼び寄せて踊らせてご覧に入れよう。これは面白い。原石殿には田舎者に似合わぬ好きなことをご存知じゃ。してその代人は？三世中村歌右衛門。原石、そちは誠歌右衛門をこの席に呼ぶか。よい。ほう、これは面白くなってきた。その方、万一歌右衛門この席に来たらざる場合は何といたす。その時は腹切ってお詫び申し上げます。なぜそんなことがあるもんですか。何かもやお座敷には決してまいりません。あなたそんなことをなさって。いや大丈夫、きっと来る、きっと来ます。そんなことはございません。いや大丈夫、ね、早くお殿様にお詫びを。いや心配することはない。おい原石、原石。天が、は、トラ
この鬼な。こういえ。来るたんてめえ、なんだぜ、あの、歌右衛門はお座敷には来ねえことになってんだぜ。すまんが一刻の間に来てくれと言ってな、そう言ってくれ。さもないと腹を切らなくちゃならんのだ。頼んだぞ。大丈夫先生、きっと連れてきますよ。大丈夫です。本当に来るの？きっと来る。大丈夫だ。僕のうちに来るようにと書きましたれば、必ず参ると存じます。能源石、今はちょうど舞台の始まる時刻、歌右衛門は芝居をやめてくるのであろうかの。ああそうか。先生の言いたいだ。早くこのお手紙を太夫さんに。あんた、それは無茶やがな。太夫は今は舞台だ。いや、そんなこと言ってはいられません。一刻を争う場合なんです。先生の精神に関わる場合です。お願いします。お願いします。この貸し付けも腹を切らなくちゃならない。お願いします。お願いします。お願いします。さあ、皆殿、よく見てればよいぞ。今ここへ三世中村歌右衛門が来て踊りを踊るそうじゃ。さもなくばこれなる医者が申し開きのために腹を切ってみせるそうじゃ。の原石、原石な、早く謝れ、早く謝れ。いや、来る。歌右衛門はきっと来てくれる。
お前さんの言い分の立派なのに感心して、あっしは会う人ごとにお前さんのことを褒め歩いていたんだよ。それは平気でにまいじた。お使い、あっしを騙した歌右衛門は、それはすみませんで済むかもしれないが、この中村座の看板はどうしなさる。長年ご贔屓にしていただいたお客様方へ何とお気がつく。 太夫も役者としての命も共感に。しかし、私を今日ある与えてくださったお方にはそれをお返し申し上げるのも仕方がございません。太夫、断っておくがな、あっしはいや、この中村座太夫と信じるのは嫌だ。ごめんをこむ。太夫はその方にどんなご恩を受けたかもしれないが、この中村座や今日のお客様は何の関わりもねえんだ。 おっしゃられた通り、芸で御恩をお返し申そう、そのためにはこの歌右衛門のゲーもあの方が医術におけると同じほどの名人の域に入らねば本当の御恩返しにならぬ時がついて、それ以来毎日の舞台命をかけて勤めたのでございます。その覚悟がいくらかでも舞台に出ましたか、初お目見えの江戸のご贔屓様に 以外の評判を賜り、ただただありがた涙に暮れておりました。だが自分に帰って考えてみますれば、これも玄石様のお言葉のおかげではございませぬか。御恩をお返し申そうと努めたことが、これまた玄石様の御恩を被ってきたのでございます。思えば、この身に対する玄石様の ご恩の言葉。<笑>
これ原石。そろそろ約束の時刻が迫ってまいったようだが、どうする？ん？時刻が参りますれば切ります。このお呼び出しのお手紙に歌右衛門はどんな犠牲を払っても駆けつけねばなりません。今舞台裏で言われました、そのようなわがままなことをしては歌右衛門の役者の生命もこれぎりであろうと。それに違いござりません。役者歌右衛門が舞台の途中に幕を閉めさせてそれで済む道理はござりません。またその覚悟はなくてはできることではござりません。しかしもともとこうして江戸の皆様にお目にかかれましたのも、いや今日ただいままで歌右衛門が舞台を務めることができましたのも、これただ一重に原石先生から賜りましたもの。今先生のためにすべてを捨ててもいただいたものをお返し申すにすぎません。歌右衛門、明日のことは考えられません。あらね、おい、歌右衛門は座敷勤めするのか。おう、お目休みで済むのか。やい、切れてるでも役者が、お前さ、どうやろう、死にめ、そうだそうだそうだ、やろう、お前勝手な前するない。大逆を殴るか、バタ野郎、バタ野郎、ここにやろう、けっ、けっ、こんな野郎、バタ野郎、バタ野郎、バタ野郎、止めてくつみ、やい、大変もぐ、大変も、かまんにくり、てりてり、お、てりてりてり、ませんでしたな。いや、誠に申し訳ございません。しかし、もし歌右衛門が参りましたら、原石が無理を言ってすまなかったとお伝えください。では、ぼちぼちと切りましょうかな。Thank you.
ません。先生、お懐かしゅうございます。いや、すまんすまん。もう原石のうかつ、そこもとの舞台の時刻を知らず、舞台は。ご心配あそばしまするな。江戸のお方は、義に強いお方も大勢おられます。また、真心のわかるお方もおられます。ことを分けてお願い申したら、喜んで歌右衛門に時をお貸しくださりました。よかった、よかった。玄石先生、皆様のご注文、何事でござりましょう。不肖、三世中村歌右衛門、先生の名代としてつかまつりまする。すまぬが、太夫、そこもとの踊りを。かしこまりました。ふつつかで恐れ入りますが、どなたか、字をお願いいたします。未熟なお相手で厚かましゅうございますが。では東の月を。はい。何でした。うおしいぞ、歌右衛門殿、わしは嬉しいぞ。先生、私も嬉しいござる。ありがとう、ありがとう。あ、先生、ふつつかなるまい、お恥ずかしゅう存じます。歌右衛門、その方を座敷芸は止めると誇っていたげに聞いたが、その誇りとやらはいかがいたしたの。
誇りはいつかは捨てるもの。その捨て場所を選んだばかりでござります。うん、偉いぞ大門。いや、世の座標が過ぎたようじゃ。さ、杯を取らせる。は、ありがとうは存じますれど、舞台が待っておりますれば、原石先生の御用が済みますれば、勝手ながらこれでおいとまさせていただきます。さ、先生参りましょう。うん。お、天安殿、もう奉還の真似はやめなされや。さ、先生。お、皆の者、中村座へ送検じゃ。